育ての人のあの人新選組の愛文次郎しか出てこない。さっきまで覚えてたんだよ、直前まで。なんか年蔵みたいな人だよね。お、あ、お、なんだっけ、柴田歳三じゃないですか。誰それ、それも愛文次郎が邪魔してきた。なんだっけ、歳三だよね、うん、あれ、その名字なんだ。柴田しか出てこない。何歳三だっけ。ここはここ膝、お、え、膝ひここはここ肩、お、膝肩歳三。覚えた。何だって、え、違うじゃん、はい、え、はい、正解は、え、ちょっと絶対違うじゃん。ちょっと、あ、通して言ってみて。膝肩じゃないじゃん。絶対違うじゃん。オッケー、もう一回自信持ってごらん。やだ。待って待って、言っても絶対年相だよね。片膝。誰。君の名は。あ、何、ちょっと正解教えて。え、待って、もやもやするね。正解教えて。ダメだよ。え、やだやだ。片膝しか出せない。肘肩年相だ。肘じゃないじゃん。何これ、膝って10回言ってみたいな。肘肩さん肘肩歳三さん覚えた。